対どっかにやるから置いといてもそもそも忘れるの。そう本当に今日は疲れました。昨日はね公演1部2部あったけど、その前に朝からリハーサルをさせていただいてたから、そう実は4公演分やったの。当時やったからね、やばかったマジで。4公演やばいね1日で。あの瀬戸内ツアーの時にさ、うん、あのリハ含めて3公演はやったやん、うん、あの何神戸とかさ香川行った時、4公演しかもさフルで全部、うん、20曲近くある瀬戸里をね40公演ましたね。だって40曲やったでしょ、うん、リハーサルでも。そうよ、でその本番だから80曲近くやったんでしょ、うん、70何曲昨日は通したから、うん、しかも来たりすぐ基本フルでやったから、うん、もうそりゃ寝落ちるよね、うん、ねえ80曲近く響がお風呂に入って寝落ちしたのが逆にすごいぐらい。よく入ったね。私はもう気づいたらもう寝てたもん、びっくりしちゃった。そうちゃんと風呂入って寝た。偉い。4公演分やばいよね。70何曲分やったって思うとすごい数にすると。うまいよね。ね、え体痛くない今日？何？どこ痛い？私右足。全身痛いけど、うん、足が一番筋肉痛。ああ私右手は多分ね、ゆくもののさこういう手後ろにするのとかあるじゃん。うん、腕というか肩がね痛い。ね、うまいよね。そうなの。でも体力ついてるなとも思った。うん、思った。ちゃんと出れたから。私さ前のさ、うん、やつでさ、うんうん、あの最高回はしんどったじゃん。うん、うん、今回いけた、よかった、うん、怖かった。今回さ全員で全部出れてよかったよね。ねね、よかったよかったですね。だから顔がむくんでいるし目が腫れてる、なんか頬がぼこりしてる、やだ、ね、悲しい。ピミキの DM 見るみたいよ、ありがとう。ピミキの DM 見よう、名前先越して、ありがとう。ルパーさん連覇してありがとう、頑張った。ねじめ待ってます、待っててね。やじやじ結婚してありがとう。名前先越してしまんすいん、しまんすいん、そこつさんありがとう。ルパーさんありがとう、ゆなちゃんありがとう、アトムさんありがとう、ツノムさんありがとう。ストレートアイロンしかないからキャップ似合いない、かわいい、ありがとう。でも最近来るよね、来たからしんどそうでしょ。えぇ、ー、嘘、夜公演、あ、夜公演は私多分ご飯食べ過ぎて気持ち悪くて、めっちゃ気持ち悪かった。響もうずっと本当に気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いってマジやばかったの覚えてます。でも施設だったらね、お弁当も普段あるまあギリ大丈夫だった、ね、不思議な感じした。んなんか釜みたいになってね、美味しかった。美味しかったよね。うん、そう、むくんでいるの。うふふ、髪をボサボサ、コテを借りるのもいい、カイザついてる、ズマさんありがとう。昨日はたこ焼きもあったし、大丈夫だよ、お弁当とか差し入れもいただいてた。だいぶ食べたよ昨日私。私ゲレーリーご飯もいたしね。うん、串カツ食べてない、ラーメン食べた。串カツなんか入らせてくんなかった。入れなかったよね。あれ多分人数多かったっけ、絶対、うん、さあんだもん、ね、どっかやられちゃった。リクロおじさんも食べた。え、そう、響は初めて食べたの、リクロおじさん。ほんと、うん、初めて食べた。食べるとめっちゃ、ケーキ嫌いだけど。温めた、温め方、温めた、え、温めるのやばいよね。うん、美味しかった。最初で食べた時は、その、わーやばい、感動ほどじゃなかったけど、昨日は超感動した。ね、美味しかった、美味しかったよね。食べたい。響、レーズン好きやけんさ、なんかちょうどよかった。いいじゃ、美味しい。ちょちょちょ、キンガさん、結婚してありがとう、しますん。声がらってるわ、マジで。お願いですね、名古屋の方も。
昨日の夜公演初見でした。ありがとう。本当だよ。ありがとう。ケンヤさんありがとう。移動中、みんな移動中ありがとう。ヤシゲキさんありがとう。ダンタさんありがとう。髪切ったの切ってないよ。よかった。きのこよかった。ありがとう。ピンキさんありがとう。貴重おじさんに迎えて待っててくだし。私は。あとでね。トマユさんありがとう。レンジで温めるのが。テウさんこんにちは。グレースは前、ツリー前、大中を頑張れ。皆さん3時間目あのおしましできるのでぜひぜひぜひ3時間目にお越しください。4と5はおしましが多分できないみたいなので3にお待ちしておりますよし、うん、お腹空いたからね。だよね。うん。お腹空いたから本当。うん。あの人間に合いそう。おーよかった。おクリスマスイベントのは全然わかんないんだけど、一緒よねクリスマス、あの何？今日なんか昨日発表されたイベントみたいなのって、うん、何も全然わかんないよね。立ち位置とか来てないよね。あ、でも、うん、来てた。来てた？本当？立ち位置？台本的なやつが。あ、台本は来てた。上手下手どっちが多いそうって聞かれたけどさ。うん。わかんない。その場で行ってパッと立つ感じだから。わ、うん、かんないね。そう。帰ってきました。楽しかった？ひびき。うん。ふぶきは右側な気がするんだけど、どう思う？どうだろう、あいうちのとこかな、なんやろうね、どっちだろう、わかんない、わかんないね、うん、うん、座る場所とか来てなかった、台本は来てたけど、そう、あ、26、じゃあ先に私壇上読みの、うん、します、18から18位マウさん、17位フナフナフナイさん、16位トンさん、15位レクルスさん、うーん、こやから食べた、さ、いいなぁ、たこ焼きは食べたよ、平気も、12位クボチャとニャンチさん、コロナミン食った、トモイロさんありがとう、トモイロさんありがとう、今日は気に入る結婚してしまぜ、ナミュー、いったら全部で何食べたのか、たくさん食べた、チェキのたくさん捨てた、うれしい、でも今日撮影可能タイムがあるじゃないですか、ブサイクですよ多分今日、むくみすぎて、頑張ってむくみ取っとくわ、なんかじゃあおいしいもん食べよう、なんかあるんかな、話し会大戦やろです、大やろやろやろ、テックスの海の横の海を見てるな、うわ、うんちゃん、いいじゃん、くまのパパありがとう、ラブユー、くまのパパありがとう、アイラブユー、結婚してしません、アンチ食べて3時間目から入ります、待ってるね、今日話し会と3回参加します、よろしくお願いします、いるわ、キツネ、どんべい、どんべい、いいね、夜中のヒロさんありがとう、ちょっと観光してから向かいます、待ってるね、てつくんさんちら、こんにちは、ポッキー食べられました、食べました、めっちゃ美味しかったです、めっちゃ美味しかったです、めっちゃ嬉しかった、ラビュー、たくさん可愛い、見るか、褒めてください、ラビュー、急遽来た、ありがとうよ、たくさん嬉しい、会えるの、こやきお好み焼き食べたかった、食べたかったね、せっかく最近髪切ってツヤツヤだから今日も可愛いですよ、ありがとう、また考えておきます、楽しみにしててね、さらにはね、ひんちゃん嬉しい、できるの貴重だ、貴重だ、貴重かな、日曜日だね、危険だね、会場での滞在時間が
がいつもほどは長くないから。なんか当たりがとう、まだメイクしてない、むくみが。では楽屋とかだった。何年一見るという意味でディスっていません。え、できるかできないかって感じの時間。できても15分取れるか取れないか分からない。今日もかわいい、お昼うどん食べに来てる。うどんいいな。始めます、バイバーイ。真冬から、昨日から真冬の寒さになったけど、なぜか今年はまだ暖房つけてない。私は暖房つけてます。あら、私も今日もケータリング楽しみね。あるかな、ケータリング。サルさん、ありがとう。もう15分経ったかな。ひぶき経ってない、さすがに。私が経って終わった。そっか、ひぶきは立ってないのかな、まだ。まあ多分配信できないからね。インデックスってさ、なんか倉庫みたいなとこだよね、いつもの。あれだよね、浴衣の時。あ、そうだよね、やっぱ。たこ焼きあるかな、じゃあ。インデックスって言ったらたこ焼きかな。とあと肉まん、豚まん。ソルさん、ありがとう。そういうこと言えばそこだよね。わかり、ありがとう、ソルさん、ありがとう。4分くらい、ありがとう。ありがとうございます。わかり、あんた、ありがとう。イベント会場ですね。イベント会場。そうです。そう。そう。奥田の配信から来た。おもろい、おもろい。奥田っていうのおもろい。わかり、ありがとう。すごい。ありがとう。だから、肉まんというところ、豚まんというところが、意識高くて、うん、だま。クリアとありがとう。ニャーナーとありがとう。真ん中あたりに大きな柱が並んでるんだよ。あ、そうなの？あんまん食べよう。私、あんまん食べれんのよ。食べれないんですよ。午後一買わんと。午後一美味しいよね。今日、隣マイ、マイナビ、おるき。電飾サクサク。どういうこと？隣にマイナビ？やばい、むくみが半端ねえ。あとで買う、むくみのレモンの。うん、買わんとね。まあ、あれ結局聞いちゃうか分からんよね。え、そうなんよね。ね、あれ気持ち程度だもんね。午後一のシュウマイ食べたことある気がする。ね、倉庫に見えなくなる。倉庫に見えるよね、結構。プリンさんとありがとう。むくみがすごいので頑張ろう。頑張ってむくみを取りましょう。こうやってこんにちは、やすきあるのさん、ありがとう。こんにちは。そうそう、二度付き合い禁止やで。私まだ串カツ行ったことないんですよね。ちゃんとたくさん話そう、話そうに待ってますよ。3時間目、同じ回3時間目おしもしできるので来てください。あのね、4、5時間目はね、おしもしできないから、あのおしましようと思ってもできないので、絶対3時間目にやってくださいね。絶対やってくださいね。後悔のないように、あの、はい、絶対に絶対に3時間目に来てください。お待ちしてます。まだ話したかったな、話してれなかったなってならないように3時間目に来てください。先にね、とまっちゃん来ません。こんにちは、こんにちは。ちやさんと楽しみにしております。私も楽しみにさんとコスできるの。おしましてで、おしまししてよい、絶対してください。絶対してください。お待ちしてますよ。 Love you。 絶対に、ね、おしまししてね。たしけん販売地、そうよ、だから絶対に、はい、3時間目お待ちしてます。急にすごい氷が降ってきて、え、氷が降ってきたの。私のクリスマスは今日ということにします。いい、素敵。1年ぶりのサンタです。今のくしゃみは奥田さんです。奥田さんでした。
この響きのルームの人ってくしゃみに敏感なんだよ。そうなの？響きがくしゃみばっかするけん。そう。じゃあ、15分になったのでやめたいと思います。じゃあ13位アトムさん、12位ミーヤン、11位ヒデキンガーさん、10位 B 様、9位マリケンギンガーさん、ガラガラ声が、8位猫、7位ヤンシケーキさん、6位オグリ、5位ツナムヤさん、4位ナメナム社長さん、3位クマニパパ、2位トモヒロさん、1位はデデンデデンデデンペパーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ初めましても話しやすかった、絶対絶対おしまし、来てください。3時間目お待ちしてるよ。じゃあ皆さんまた会いましょう。また明日か今日か、今日は多分無理な気がするけど、じゃあねみんな、またお話し会で会いましょう。お待ちしてます。